すごいネタがあるよな。わかんかな、知ってるかみんな。黒島の今日のなんていうの、今日の黒島のご予定は知ってるみんな。知らん。アンジュさんじゃないよ。アンジュさんやったらもっとちゃんとする。朝6時に起きて準備するわ。ご機嫌ですよ。おとといも昨日も公園出てすごい疲れているというのにもかかわらずものすごく元気です。え、ちょ聞いて、階段から落ちてん、えぐない。じゃ劇場でな、あの25の八木公園の時に、八木公園の時やにな、落ちてんで、なんかいたと思って、なんかリサちゃんから電話かかってきて、メイクでーすって感じだったから、はい行きますって言って走っててんで、切るやん、階段あんねんな3段くらいので、わーって落ちてこけてな。見えるかな、ちょ 見したい見したい、めっちゃちょめっちゃな、やばいね、やばくはないけど普通見て、やばない、公園の時びっくりした。なんでさ、私こう座るタイプのこのなんかさ、これあってこう、これの人やねん、これの人やねん、膝さつくやん、いたと思って、ダンで初めて気づいたの、25日のダンで初めて気づいた、ポコちゃん25日のダンで初めて気づいて、え、膝いたと思って、で、なんか、え、どうしたんやろ、めっちゃ膝痛いねんけどと思って、よう考えてみたら私こうまだこう劇場の階段から落ちたんやったと思って、その時初めて気づいた、あ、そうや、私階段から落ちたんやと思って、そう、痛かったっす。しかもな、右膝痛いやん、左の膝がな、筋が痛いんよ。だから25も26も両膝痛かった。めっちゃおもろない。ポコタン、どうしたのポコタン、あー、こっち来るの、あなたどうせまたすぐ戻るでしょ。ハマ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 、かわいい、あと危ないよ。そう、階段から落ちた、忘れてた、なんか公園でどっかで売ったんかなと思って、痛いなと思って。そうなんよ、やばない。25日の公園前の話です。あー、かわいい、はぎー、臭い、かわいい。佐藤くんさんギフトありがとうございます。まずい、かわいい、かわいい、どうしてそんなに、あんた臭いね、あんた臭いね、昨日お風呂入ったからやろ。ポコちゃんお風呂入ったら臭くなるんです、水に濡れたらね、すごい臭い。はあ、そんな子、ああ首散ってるね、かわいすぎ、くちゃいね、くちゃくちゃいけど、お姉ちゃんメイクするからね、ごめんね。あー、かわいい、あまわわ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 、よし、あなたそこでいいの、向こう行かなくていいの、もうなんだよそのつぶらな瞳は、ぴょん、ふふふふふ、かわいいね、もぴちゃん、あみゃ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 、いいの、そこで出る、あ、出るみたいですね。はい、お疲れ様でした、どうぞ、ありがとうございました。かわいいな、かわいい、ジャムエクスポ、あ、じゃ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 、トトエモンさんギフトありがとうございます。見えないところで、だってかわいいやもん。え、ちょ、髪の毛伸びてん、ポコ、あ、私じゃないで、ポコなの。
今日はじゃあもう宣伝のために言うわ。今日は、6時から、田中ゆきのちゃんとルームスで配信をします。わーい。どこで出るんやねん。熱っ。ルームスでね、配信なんですよ。だから黒島はルンルンなの。わかる？あ、コメント止めてた。すみません。待ちかねよく来たるさんギフトありがとうございます。なんか若干なんか宇宙人大丈夫になってる。アレンジさんとコラボ配信ですか？違います。どっちもでやると思う。多分両方でやると思う。リサヒやったやん。ていうか最近なんかリレー配信的な感じになってるやん。あれ、小型そう、あの持ち運びにいいかなと思って。どうもこんにちは。ちょメイクすんねんて。どんだけやり始めるのに時間かかんねん。黒島、ちょお昼頃にね、黒島パパが帰ってくるんすよ。からまたドタドタうるさくなると思います。ああ。じゃあ私ベースメイクさ、いつもせえへんのよって自分でやれへんのよ。マキコさんギフトありがとうございます。そうなんです、田中さんと配信なんです。田中もうお昼。そう、あっちゅうい。じゃあ画面もうちょい下にしよう。へえ、アンジュさんがハワイの服見しなかった。まあアンジュさんやしな。かわいい。ねえ、岡田さんがね、私の画像見て自分かと思ったって言ってた。どの田中？田中の雪だるまの方です。雪だるまの方の田中です。田中、ちょっと待って、私もしかしてさ、アイメイクとか全部忘れた。向こうです。もう一回撮りに行きます。田中ゆきのです。田中ゆきのちゃんと配信します。まあ黒島は優しいから、お絵かきの道具くらいは持って行ってあげようかな。調子乗ってんな黒島。でも運営さんが決めてんねんか、このペア誰と誰みたいな。ゆきのちゃんとしてくれた、やった。どうもこんにちは。じゃ、しかもさ、あの公園さ、若菜さんおらん時さ、緑が多いねん。で、緑って若菜さんの衣装やねん。だから特にさ、若菜さんに見える。全く同じ衣装着てるやもん。だって全く同じ髪型してるもん。そうそう、じゃあ今度また一緒にしようっていう話で終わった。なんかな、写真撮るやん、劇場行った人に配布するやつ。あ、配布？購入のやつあるやん。あれよな、撮るねん。で、その時に若菜さん隣やって。でな、じゃあ25日のさ、写真見たら分かると思うけどさ、膝痛いけど座ってんねん。痛いけど若菜さんおいでおいでってしたから、断るわけにはいかんと思って。すごくね、忍耐力。でな、なんだっけ、そう、あのね、でね、何の話してたっけ。で、ベースってどんだけ塗ったらいいんやろ。日焼け止めやな、ちょっとずつ塗ろう。よし。で、何やったっけ、何の話。あ、そう、若菜さん呼んでくれたから隣座せてんよ。で、可愛いねっていつも通り言ってくれてて、で、なんかそう、若菜さんがハーフツインしてたから、お昼の時に。で、夜ハーフツインしようと思ったんですよって言ったら、言ってよって言ってっていう話。ポンギーさんギフトありがとうございます。あ、こんにちは、はじめまして。
はじめましてでこんなミスぼらしすみません。ポンギーさんギフトありがとうございますってさっき言ったな。にゃーん、いっぱい出た。ハーフツインでした。わかなさん夜何してたっけ。髪型、あーツインお団子や、あれかわいいな。ちょっと私もツインお団子もしたいなと思ってん。え、次くらいにしようかと思ってんけど、ちょっとね、まあいろいろ考えてるんですよ、髪型のねやつを。私は基本ハーフツインとかリンゴちゃんとか甘いのが続いてたら次はシュッと締めてくるのが多い。昨日のドッキリは誰発案？まああれですね、しきりのジオンさんですね。ジオンさんが考えたって言うて、でドッキリで B2 のところに送ってドッキリしますっていうのと、お風呂の日のトークで見解をしてくださいみたいな、あのアミちゃんとユナさんっていう一番喧嘩しにくそうな、してなさそうな人選んだって言ってて。そうそういうやつです。ナルニさんギフトありがとうございます。ジョーさんもギフトありがとうございます。28ってさ、メンバーさ言われたっけ、公表されてるっけ。みんな絶対笑ったあかんで、みんなの演技にかかってるからって言って。え、でもさ、あのケイトさんがさ、あの誰か早くドッキリ大成功って言ってって言ってさ、一瞬ってなってん。え、知ってたみたいな、やばってなって。そう、アナル兄さんギフトありがとうございます。出てる？じゃ黒島おらんねん、8月全部出れたと思ったのにおらんかったん、悔しい。でな、話終わんの早。そう、何の話だったっけ。あ、そうで、誰か 大成功って言ってって言ったから、え、な、知ってたんと思って、そう全員固まってんけど、すぐなんか分かってたんじゃなくて、普通にたまたま言ったみたいやって、よかったってなって。オレオーズさんギフトありがとうございます。熱い。黒島暑いの苦手なんです。黒島寒い方がいいんです。黒島は寒いところに閉じ込められても、まあ、気合で乗り越えるんですよ。ですが暑いのはもう気合じゃどうにもならん、だって熱が出えへんねんもん。わかる？暑くね？なあ、とっさにな言葉浮かぶのが、そうびっくりしてん、だからえ、嘘やろと思って、知ってんのってなって、そうびっくりしたほんまに、えって、せっかく演技みんなしてるのにもしかしてって言って、よかったです、知らなくて怖いわ。ナレニーさんギフトありがとうございます。テンション高い。そうやね、まゆきのちゃんと今日は配信があるんですよ、だからテンションが高い。好きすぎるんですけど、これ何ファンデーション、何か分からんのになってる。これで犬用とか言っておもろいでな、まあ、犬に塗る部分ないけど。ほぼ変わらん。あつ、へえ、寒いのの方が我慢できるよな、やろう、わかるわかる、めっちゃわかるで。私もそうやねん、だってさ寒いのとか我慢しようがあるやん、気合でどうにかなるやん寒いのなんかさ、けどさ暑いのってさもうどうしようもないやん、だって熱が出えへんねんもん、放出されないの、全部体の中に、ね、熱が溜まっていくからさ、でそれか汗かくかの二択やん、ほらそう暑いのの方が嫌。あ、暑い暑い、寒いのはね、気合。ボブシマちゃん可愛かった。やった、両方着てくれてたよな、昼と夜。脱いだら終わりや。じゃあ脱いでも暑いね。脱いでも暑いし、エアコン効きすぎたら寒いし。やばくね。だから、私は冬の方が好き。寒いのとかさ、
聞き込むか向き合いかいろいろあるやん。けどもう暑いのはどうしようもない。暑い。田中さん笑わないでくださいね。余計笑ってしまった。あれな、じゃ聞いて、あのトーンで喋った後の笑わないでくださいとかの話あったやんの後にな、いいって言ってな、届かなさ届くものの位置に移動すんねんけど、聞いてくださいでいいって言って位置ついてんの、めっちゃおもろいやと思って、いいって言って戻ってたの。あれめっちゃおもろかった。そんなことあると思って、めっちゃおもろい。そうあれでおもろかって笑ってまたいひって言ってた。おもろいな。じゃあまた、ちょ、パウダー取ってくる。さようなら。スポンギーさんもギフトありがとうございます。さくちゃんさんどうも、ごきげんよう。わからさヘア、わからさヘアではないんやで、ただリングヘアをしただけ。いいおもろいやな。え、しかもマイク通してないから誰にも聞こえへんねんけど、聞こえてもね、いいって言って、ほんまにおもろかった。もしや、ミュート成功。お母さんでした。さっき帰ってきたの。ベースメイクじゃやってもらおうかな。え、ベースメイクやってもらおうかな。やってもらう？下手なんや。下手っていうかな、わからんねん。お土産的なもの持っていく？あ、じゃあクッキーくらい持っていくかな。クッキーと飴くらい大阪のおばちゃんみたいなの持っていくな。じゃあそれくらい持っていくわ。オッケー。まあ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 、最悪あかんかったら直してもらったらいいから。まあ何でもええよ、外出れたらええねん。暑い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 。暑いね、暑いね、本当に本当に暑いね。セービングします。昨日の髪型的中したので、おーい、おめでとう。小学生ってメイクしてからは嫉妬するよ。マスクしやんときはな。あ、リップ、ハンディス
さんとおそろいのにしよう。ちゃうねん、公園の時にないつもつけてんのよ。最近アンジュさんとおそろいのリップを公園につけてるのよ。わかる？あれすごい持ちいいわ。めっちゃいい。まあ、アンジュさんと同じっていう思い込みがあるからいいって思ってるだけかもしれんけど、すごいいい。ドライヤーの確かにね、涼しいわ。そうで、な同じの使ってんねん。すごくない？なすごくない？すごいよな、すごいと思う。嬉しい。だからな、でもな、もったいないんよ使ったら。だから公園だけにしてんねんけど、今日は使おうかなと思ってる。もったいないから使ってないの、公園以外。めっちゃ削るな顔。アンジュさんになりきって髪の毛ファッサーするな。確かにやらなあかんわ、ファッサーって。もうちょい威力強くなった。ちゃうよな、人工的やねんこの風は。気合い入れてるね。はい入れてんのかな。ゆきのちゃん顔ちっちゃいから、顔もでかかったらあかんから、ちっちゃくしていくわ。こんくらいに削ろうかな。いじってるやん。いじってへんよ、いじってへんよ。髪の毛ファッサーってなって、スカートファッサーってなって、さっそうと現れたアンジュさんなんかいじってないよ。どこいじるとこがあんねんな。アンジュさん心霊スポット可愛かったな。一緒に行きたいねんけど、一緒に行きたい。アンジュさんと一緒に心霊スポットに行きたいって、これずっと言い続けてたらいけるかな。その前にバンジー行きたいねんけど、ドライエンデンデさんバンジー連れてってくれへんかな。どんだけ顔削るねんな。もうゆかのちゃんサイドポニーだよ。固定部屋にしたらよかった。あ、もう無理や、髪の毛もう無理や、固定部屋やろうと思ったけど無理や。確かに来週 DM の誕生日やな。完全に忘れてた。で、集中するから、集中するから喋らへんで。まあぼかせばなんとかなるやろ。なんとかなった？ハイライト、ハイライトちゃうで。ノーズシャドウ。ハイライトは今からやります。なんか濃い気がする。まあいっか。濃い気がする。もうちょっとぼかす。いつもより濃い。いける？まあ、画面映ったらそんなことないか。こんにちは。何したっけ今。チーク先やろう。あ、注意や、注意。あ、いい感じやった。アニュさんに、いつかいじってるやろって詰められてほしい。詰められたいわ。詰められたいわ。やばくな。いつか詰められたいわ。いじってやん、いじってやで。ほんまに、ほんまにほんまに。ワッキーさんギフトありがとうございます。昨日の公園黒島ちゃん可愛すぎて画面してもらった。やったー、可愛かった、わーい。ワキちゃん公園、八木公園、あ、8月。もう漢字読まれ、8月公園やな。なんか携帯、あっつ、怖っ。
昨日の席席しとったわ、しとったって。えりめっちゃな、めっちゃチークこ、めっちゃな席やばいの。えこうめっちゃ濃い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 、あかんあかん。え全部なじましたらいけると思う？なんか濃くね。あ席じゃあ席もうして、まあ本番はいけた。あうん、ゲームで表情抜かれてた？やったー。昨日も一昨日もそんな調子は良くなかったけど。やったねー。膝痛っと思いながら踊ってるから。10回中8回って気がする。やったー。ありがとう。夜公演の髪型ハーフツインやね。ゆめゆめさんギフトありがとうございます。10回も出てたんか。うん、やった。もう夏休みやったしな、いっぱい出てくれたんかな。なんかやっぱり濃い、めっちゃ濃い。あ、めっちゃ濃い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 わ。後で抑えよう。すごい濃い、すっごい濃い。1年で階段から落ちるくらいさ。え、じゃあほんまにな、去年も同じくらいの時期に落ちてるんよ。やばくない？それがいっちゃやばい。去年もこのくらいの時期に階段から落ちてひび入ってんの。でもあれはもっと硬かった、木とかじゃない。今年は劇場で落ちたから、あの劇場のね、舞台裏のなんか熱っ、そう舞台裏の階段があるよ、3段くらいの木のやつ、それやったからそんな痛くなかったん。だからあー何もなかったと思って普通に走ってメイクルーム行ってんけど全然痛かったわ。熱い、やっぱり止めたらあかん、あかん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 。ということは来年もあるということだ。私は毎年階段で落ちる。これクマさんに言ったら絶対笑われそう。じゃあクマさんに言おう。また階段落ちてんって言ったら絶対笑われる。じゃあ劇場で落ちてん。え、ゆうちゃんも同じ階段で落ちてた。やば。え、あかんやん。全然やばいやん。犬が吠えた。ということはご帰宅ですね。私も子供がいつかできたらグランマって呼ばせるわ。グランマ、グランマ。おもろない？自分の子がグランマ言うしたらパパ島ご帰宅。推しメンバースデー、推しメンバースデーカードもらう。あー、あれいいやん。グランマ。帰ってきても、帰ってきても。でも逆にいらしいで。なんか、信用してるみたいな。犬が。ディスり始めてない。じゃあ自分はじゃないで。お母さんをグランマって呼ばせる。なんか濃いな。すごく。シャドウ入れた、チーク入れた。ひなさんギフトありがとうございます。アイメイクするわ。熱っ。アイメイクするわ。アイメイクする。一回静かにします。インの名前ね、吠えてる。タコさん、タコさん、タコさん見てー、タコさん。あのな、
かわいい。なる兄さんギフトありがとうございます。あのね、あの僕さ、さすがにもうダメだよ。あのね、あの何やったっけ、コールはグラマーでもない、あのあれよ、何やったっけ、何やったっけ、ごめんってポコちゃん、ごめんにゃん、リバーシブル、そうリバーシブルタコさん、あのな、あ、そう、お話し会の服をね、まあ、ネットで買ったんです。あ、佐藤くんさんギフトありがとうございます。なら、ちょ、眉毛描いてないわ、もういいか、あの、買ったら、あのね、何やったっけ、あ、そう、ね、値段があと500円くらい買ったら、あの、送料かからないよみたいな感じやったから、なんか買おうと思って、何がいいって言われたから、リバーシブルタコさんがいいって言ったら、これ買ってくれた。うん、リバーシブルタコさんです。かわいいやろ。ハロー、マックポテトが安くなったね。何それ、何それって、何それだろう、あんま食べへんのよな、外出しない、外出はするけど外食をしないあんまり。だからひかるちゃんとかと遊びに行ったって時くらいしか外食しやん。いや、家ではね、家族ではあるけど、家族でそんなマクド行ったりさしやんやん。そんな行くっていうよりテイクアウトとかやし、あんまり、そもそもあんまり行かんから。そう、こんにちは。だからね、そう、あんまり食べたことないかも。マックシェイクとか初めて飲んだもん。あの、ちかしげさんがな、あの、ちかしげさんっていうマネージャーさんがおんねんけど、買ってきてくれて、公演の時にマックシェイク買ってきましたみたいな感じでくれてん。その時初めて飲んだくらい行ってない。スタバの方がよい行くわ、友達とかとも行く。ヒカルのところも、あー、見た、ジェラートのやつやろ、行ってくれてると思って、同じ味やったやん。そう、びっくりした、行ってくれてると思って。あやぴょ、めひなちゃん、りさちゃんがよう食べてる、まこちもよう食べてるイメージあるかも。マックポテト持っていく、アップルパイ食べてたやん。マクドでアップルパイ食べてたやん、そうやったっけ。あ、もうめっちゃ初期の時に、あれやわ、さえちゃんとかと行ったわ。さえちゃんとあやぴょんやったかな、となんか何人かで、4人くらいで行ってん。ならひかるちゃんとゆきなちゃんがさっき来てて、そうっていうのがあった気がする。置いていかれたんです、黒島ゆきなちゃんとひかるちゃんに。ひどくない？でその後出くわしたっていうね、面白い面白い。え、濃い、めっちゃ公園メイクになったんだけど、濃いんですけど、まあええか、配信やしな、配信やったら何でもええと思ってる。ゆきぴかいしな、そうやね、最初の方のやつ、優しい優しいおさえがね、一緒に行こうって言ってくれたんですよ。ほんまにゆきなちゃんらは置いていくからよ、この野郎。今ピカピカ言うて、今ピカピカ言うて遊んでんのによ、なんだよこの野郎。涙袋が綺麗です。まだ何もしてませんでした。今、あ、まあね、今描きました。涙袋のスカート結構パタパタしてる。あ、そう、暑いんよ、暑くて、あと手元が寂しい。なんか持っときたいの、持っときたいっていうか、
なんか動いてる。暑いから風を浴びたいっていうのもあるし、なんやろな、分かれへん。最近多動だね私。暑い暑い、束縛キングでしょ。そうだね、私も超束縛する。スマタンさんギフトありがとうございます。暑い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 。よし、アイライン描きます。サクティアンの握手会は子供子供スクランドパタパタするアンジュさん、もう全部アンジュさんにつなげるやん。どんだけどんだけアンジュさんやねん、どんだけアンジュさんやねんと。うわ、失敗した。もう失敗した失敗した。みんながアンジュさんディスってるとか言うから。ディスってないのに、なんで先輩ディスんの。今日取るやつないし。もうあったあったあった。もう今度インヌにもメイクして。いやー、インヌはねダメですよ、人間と違うんです。このね、加工されたね、化学物質が犬の寿命を縮めるんですよ。ダメですよ本当に。あ、白い服のグリフさん、水色です。水色なんです。長っ。長っ。膝、長っ。ごめん犬。8月31日から20受付。なんか左右非対称、まあええか。暮らしもまあええかが多い。ほんまやな、ゆきのちゃんもうバチバチな関西やな。おもろ。無限三原子でエヌタの名前は何でしょう。夢の中の何やったっけ。無限三原子やんな。え、どんなんやったっけ。あー出てこへん。わー見てんねんで、なもう何回も見てる。5回以上は見てる絶対。何やったっけ。大阪に遠征しようかな。あーあ、ゆきのちゃんがどっちでもええよ。やってどっちでもええが一番困るやよ。え、どうしよう、一緒に劇場行ってやるか。あ、じゃあなんかお菓子持っていくとか言ってたらあれじゃない。でも行くのちょっとめんどくさくなってきたな。どうしよっかな、どうしよっかな。おっさおさ、もう次ボソボソです。
だよ、なんでだよこの野郎。うまくいかないじゃないかよ。まつげがうまくいかないじゃないかよ。なんでだよこの野郎。で、あ、待って、モスカラどこやったっけって探してた。やば、熱いの。このマスカラいい色してるのに使いやすい。めっちゃ地肌にマスカラ塗った気がする今。いけたか。なんか目近なった。でも 眉毛何も描いてない。あちょい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 、あちょい。まつげパーマしてるよ。今日下がってきた。でもまだこれビューラーしてない。そうだい。まこさん、まこ、ま、まきこさん。え、鍵閉め、鍵閉め。まきこさんのイケメン息子さん。え、息子さんもおるん。それそれそれ、初めに知らんかった。え、見て見て見て、ここまではいいのにさ、眉毛ですごい台無し。台無し。でも描かれへんねん眉毛。まあ完成したら写真あげるんで一旦終わります。熱い熱い無理、熱い熱い、溶ける。へえ、一番最後のイケメンじゃん。じゃあ最後尾におった人ってこと？ほう。ポポンは1話しか出てないけど、エルトは主人公だよ。なんだと？え、ポポン、ポポンめっちゃ大活躍やったやん。ポポン大活躍やったやん。太陽飲み込んだで。太陽飲み込んだで。無限三原子どんなんやったっけ？あー、ごめんなさい。思い出したが、何やったっけ、名前出てこない。あーあー悔しい。何やったっけ名前。眉毛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 もう喋られへんかった今。前髪で隠しときます。ちゃんと後で描く眉毛。リップはキーン。でもまだお昼ご飯食べてないから塗らない。じゃあ塗り終わったらまたやるっていうか、写真投稿する。配信はしない。もうちょかれたのだ。はい、ちまちまち。どうしよう、黒島テンションやばいわ。どうしよう、黒島テンションやばいわ。池野ちゃん困る。池野ちゃんが困ってしまう。熱い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 。なんでこんなメイクしてペンギンに会いに行くねん。毎日すっぴんで会ってるよ。まあ学校にすっぴんで行ってる時点でメイクしやんでももう会えねんけど。チョカレンタの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 テンションポコポコ。何それ、何それ、初めて聞いた。えー、ちょうん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 
うん。ベースメイクが変なところないかと、眉毛と前髪と髪の毛をやったら完成です。はい、気持ちをシュッとすれば涼しくなるよ。ペンギンの気持ちをシュッとすれば。了解、頑張ってみる。よし、終わります。ランキング読みます。ちょっと髪の毛だけ最後ちょっと減るわ。いや、何もしやんけど。若干髪の毛伸びたくない？そんなことないか。髪の毛巻いたから、なんかあれか、ちょっと変わったように見えたんか。今度またミックス巻きがしたいんですよ。かわいいよ。わーい。あ、エヌタニアンか。うわー、悔しい。エヌタニアンか。うわー、そうや、え、鈴鹿ちゃんが言うてた。そういえば16時の配信期待しといてください。え、もうゆきのちゃんとこじゃなくて黒島のとこ来てな。マジそんな髪に近づいてきた？いやいやいや、じゃあそもそも染めならさ近づかんし、長さはもう全然。マジさんレイヤー入れてるから。前の黒島はレイヤー入れてたから。なんかショールーム映り悪いな。なんで離れたら同じや。あ、離れたらいいんや。離れた方がいいのね。なるほど。よし、ありがとうございます。ランキングを読みます。あっついねー、あっついねー。しかもボッサボサやねー。よし、あっ、あっついあっつい。あかん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 。よし、ランキング見まーす。おそれ13位がアルシさん、ありがとうございます。12位がヤン008さん、ありがとうございます。11位がベイアンさん、ありがとうございます。10位がタツミヤさん、ありがとうございます。9位がツーヨーさん、ありがとうございます。8位がスマタンさん、ありがとうございます。7位がゆめゆめさん、ありがとうございます。6位がワンタンメンさん、ありがとうございます。5位がマチカネフクキタルさん、ありがとうございます。4位がヤンズじゃなジョンさん、ありがとうございます。3位がナルニさん、ありがとうございます。2位がサトくんさん、ありがとうございます。1位がポンギンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。大枝和樹さんに2人ありがとうございます。暑さに弱いんよ黒島、守ってな暑さから。みんな冷房ガンガンやで。最初雪の調してたのに戻ったらあかん。絶対にあかん。よし、ありがとうございました。バイバーイ。どちらのルームスで現れるか。あ、確かにね、バレるよね。確かに絶対苦しまえで、絶対に苦しまえで。雪のちゃんとこに浮気しに行ったらあかんで。苦しま独占欲強めやから。バイバーイ。最後くらい切るわ。よし、あっちょいあっちょいあっちょい。バイバイ。ありがとうございました。